ばんは。ちょっとだけ、ちょっとだけ配信。そう、バレーボール前に。そうだよ、あのね、この後はあのバレーボールを見るためにちょっとね、1時間ぐらい時間あるからやってみる応援しないと。前髪かわいい。映画見て、ありがとう。そう、ガチでだからね、絶対見ないと。みんなで応援しようね。アイライン長いかも。こんばんは。今さっき、あ、マジ？やっほー。昨日のね、すごかったよね、本当に。すごい、なんかハートがいっぱいで止まってた。モリカ、ハートありがとう。前髪切ってないよ。バレーボールみたいよ。応援上映すごかった。すごい、今日応援上映行ったって方いっぱい見つけた、ツイッターで。ん、ツイッターで。こんばんは、カニハートありがとう。今日はアイメイクいつもと違うよ。すごいね、みんな気づくの早いね。新一くまありがとう。今日濃くない？アイラインをね、全部引いてるからね、濃い。お塩ハートありがとう。4DX すごかった。え、そう、ね、4DX も見たって方見つけた、今日。かおりちゃん、ハートありがとう。会えるのが長め、いい感じです。こんばんは、応援上映見てきて、ありがとう。赤ちゃん、きょうかち、ハートありがとう。来週2回目見に来てくれるの？ゆうちゃん、ありがとうね。ゾウマイちゃん、月見ありがとう。月見、月見も、もう今日までかな。いとしん、ハートありがとう。応援上映楽しかった、嬉しい、ありがとう、見てくれて。トレカリサ、地引きしてくれたの、ありがとう。目かわいい、濃い目。なんかトレカの三つ編みかなのやつ好きってよく言ってくれる、みんな嬉しい。ヒロミン、月見ありがとう。今日まで月見、うん、なんでだろう、今日までなのか、謎に。月見、定位置、月見ありがとう。バチバチだよ今日、もうスピンと大違い、バチバチ。こんばんは、ぬこ結婚してよろしく。ギフト、あ、そうなんか。だって日曜まで。海に、月見ありがとう。ゆりかちゃん、ありがとう。ざまいちゃん、バチバチ。さくらちゃん、もう一回映画見たい、周年まで。いつまで、いつまでなんだろうね。でもまだやってそうだけどね。みりん、結婚してよろしく。きょうかち、ありがとう。くまん、ね、金ハートありがとう。うん、そう、多分そう、まだやってんじゃないか。
なんかポップコーンさ、なんかそのあれ見てたら、ツイッター見てたら、なんか前回売り切れだったけどあったみたいな方いたから、ワンチャン入荷説、入荷する説もあるかもね。してる説、してる説ある、入荷だからワンチャンあるかもよ。今日見たツイッターで見つけた人、見つけた人、見つけた人、うん、そうそうそう、ポップコーンまだあった。あね、なんかそうワンチャンあるかも。コメちゃんハートありがとう。金月見だ、月見ありがとう。お月見こんばんは、こんばんは。そうだから また行ってみて、もしかしたらあるかも、入荷してるかもしれない。うん、ね、あるかも。場所によってね、そうあるところが限られてるからさ、っていうのもあるかもね。こんばんは、みくちゃん、またありがとう。今日の目はリリーブラックです。今日は甘えん坊じゃないゾウアイちゃん、ハートありがとう。ヤッホー、こんにちは、こんにちは。かゆいな、ここかゆい、かゆいね。シネライブ楽しい、ありがとう。都心部だ、いやそうだよね。ミサちゃん、ヤッホー。雨降ってないけど、え、今降ってんかな、どうなん。でもめっちゃ降りそうだったよ、夕方ぐらい。やばかった。今日のビジもいい。でも降るん、え、今日降るんだよね多分、この後。貸しよっか、月見ありがとう。昨日の深夜、嘘、マジで大阪降ってんの。こっちもなんか東京も降る予定だったんだけど、当たんなかっただけなのかな。もしかしたら降るかも。だけど、え、明日雨、明日雨なんかな。こんにちは、こんにちは。降らない方がいい。なんかしかもその突然の雨って結構ひどくない？明日降らないはず。あ、夜間に降るの？あら、じゃあワンちゃん夜か。でも夜はもうねあれだから大丈夫だけど、みんな夜までお仕事の方とか気をつけて。ワンちゃん雨、水曜雨、3日、泣いた、泣いたね。雨やだ、バレー見るよ。マジか、雨最悪、ショックショックショック。だって3日は外出なきゃいけないんだもん。うーん、悲しい。レモンハートありがとう。金ハートありがとう、いっぱい周年楽しみにしてて。明日28度ぐらい、なんかまだ暑いよね、まだ。まあまあ、明日モンブラン、え、モンブラン食べ放題とかあるの、すごい。いい、なんか秋じゃんね、いいね、最高、楽しんできて、めっちゃ食べな。モンブラン好きだよりさ、なんか秋を感じるじゃん、秋の味覚って感じで。いいね、最高。餃子食べ終わってないよ、まだ一袋しか食べてない。LKT 結果してよろしく。セブンの紫も、美味しそう。北海道15度、え、
15度ってどれくらい？忘れたんだけど、気候が。長袖。厚手の長袖？トレーナー的な感じですか。もう長袖北海道マジか。セーター、え、もうそんな。こっちの最低気温、え、でもさ、なんかさ、最低気温がいまいちさ分かってないの、いつも。シック、え、ファンになってくれたの、嬉しい、ありがとね、これからよろしく。今日は餃子にする。え、なんかでもさっき食べたんだよね、普通に。だからちょっと今別にお腹そんな空いてなくて、なんならデザートかなんか食べたいって感じ。餃子ではないかも、今から。金月見ありがとう。メガヤン、ヤッホーヤッホー。そう、うん、ご飯食べて。えらい、まだ仕事頑張ってる、えらい。一生冷凍庫パンパンだよ。なのに昨日アイスとか買っちゃったけど、隅っこにいるアイス。ヤッホー。ホットケーキいいね。餃子モチベすごい。え、あるよね、そういう時。え、めっちゃあるよね、そういう時の味。もう今もうこれが食べたいみたいな時めっちゃある。ミスド食べたかったんだけどね、今日近くいなくて諦めたんだよ。お塩ちゃん、月見ありがとう。そう、アイス、でもアイス、板チョコアイスのホワイトを買って、あの板チョコだからもうなんていうの、かさばないの。だからもうね、隅っこに入れたよ。かぎちゃん、いっぱいハートありがとう。そう、あんまり結構パンパンになるやつだと、厚みがあるとちょっとやばいから。そう、ピノのカフェラテ食べ、それ買おうとした。ピノのカフェラテめっちゃ買おうとした。板チョコ、いや、何のことかと思った。そう、隅っこにいる。映画見てはわ、最高、いいね。おでんに見にし、わー、わかる、おでん大好き。でもなんかまださ、こっち暑いからさ、なんかおでん食べたいけど、まださ、なんか食べたいって思わないんだよね。でもこれからさ、おでんいっぱい食べたい、冬になって。おでん好き。肉まん、いいよ、食べな、寒くなる前です。でもさ、アイスってマジいつでも食べれるくらい、寒くてもいっぱい食べれる。おでんいいね。おでんは大根は絶対いるでしょ、あと卵でしょ、あとはちくわぶも好き、ちくわぶでしょ、あとなんだ、ロールキャベツ、ロールキャベツと、あとはあの餅巾着好き。好き。でも餅巾着はなんか例えばね、ちょっと気にしてんなみたいな時はやめるよ、お餅だから。ちょっとね、ちょっとの抵抗ね。ガーミン結婚してよろしく、ありがとう。でもそういう時は、あ、そう、白滝も好き、白滝。そう、あのなんかリサが気にしてるなって時のおでんの時は、大根と卵と糸こんにゃく、糸こんにゃくぐらいで止める。3つ、卵必須だよ。そう、じゃめっちゃカロリー低いよね絶対。餅巾着好きだけど、やっぱ餅だからねとか思っちゃうよね。そう、卵美味しいよね、わかる。あのさ、どっちの卵も好きなんだよね。あのさ、
ゆで卵のタイプと、そう、焼いてる卵焼きの福岡おでんにウインナー、ウインナーってさこっちにしかない？なんかあったっけって思う。なんか覚えてないな。福岡こっちにあるよね確か。たまに食べるけど、これから寒くなるからね気をつけようね。卵焼き、卵焼き、あれ卵焼き、あれ卵焼き、卵焼きもおでん専門は行きたい。いいな、横顔綺麗、嬉しい。香里ちゃん横顔を褒めてくれること多くて嬉しい。東京にはおでんにお肉ない。おでん屋さん行ってみたい。ありさも、なんかおでんの専門店とかどんな感じなんだろうね。なんか珍い具がいっぱいありそう。ちくわぶは福岡ないと思うよ。まなみこんばんは、こんばんは。トマトおでん、トマトおでんとかあるの？気になる。やっぱ行ってみたいな、おでん専門店に。静岡のおでん、いいの？なんか行きたいとこ多いかも。おでんいいな。確かに出汁がねいろいろありそう。昆布いいな。なんかおでんをマジでさ、そういうお店で座って食べたりとかしないからさ、したいかも今年は。おかぴこんばんは、こんばんは。おでんパーティーね。静岡って黒はんぺんにかつ、かつお節いいね。もずく好き、こうしてよろしく。はんぺんが一番好き。黒はんぺんって何？黒いの？黒いの？りょうき、りさしか、ダン。かず、ありがとう、初見さん。夢にりさ出てきたの？嬉しい、ありがとう、呼んでくれて。博多はちくわぶないかもしれない。黒はんぺんしか、マジで？ねえ、黒三角。はんぺんって三角だよね確か。つみれ、つみれはありそう。あ、まるまるか。金田区、初見さんどうも。対面の話かよ、最高じゃん。いいね、博多の屋台、屋台ね、いいよね。来月福岡、なんか出汁違いそう。福岡のおでんってなんかちょっと鶏出汁とか美味しそうじゃない？鶏出汁のおでんとかあんのかな、美味しそう。めっちゃこの時間に珍しいよ。理由はあれが始まる、バレーボールが始まるまでに、までやる。カニ、初見さんだ、こんばんは。海指、こんばんは。おでんいいね、かわいい。空、ありがとう。そうだよ、バレーボール今日エジプト戦見なきゃね、絶対に絶対に見よう。こんばんは、初見さんいっぱいいる。エジプト戦、エジプトって強い？どうなん？
なんか想像がなんか正直ちょっとこれ言ったら失礼かもしれない、なんかエジプトってすごいピラミッドのイメージがすごい強くて、あの人とかよりかの物強いんだけど、そう砂漠とかそうなんだけど、その強いとかがちょっとわからないか。え、ちなみに昨日の、え、昨日どこだっけ、いや強かったよね、強かったよね。そう、国のイメージ、クレオパトラとか、やばいやばい、それは国のイメージね。でもなんか強かった、みんな、なんかちょっと怖いな。フィンランド、フィンランドも強かったよね。でもほらあれだよ、ランキングとかあんま関係ないみたいに言ってたよね。まあなんかあくまでのランキング、あくまでもランキングなだけでみたいな。フィンランド背が高そう、高かった気がする。応援しよう。オランダ、ブラジル、イタリアは強いって言ってたよね。でもなんか強そう、エジプト、うん、怖い、ビクビクしちゃうね。うん、仕事休みでよかった、ありがとう。ランキング的に日本がこれで5位か。じゃあもうなんていうの、世間的にはというか海外の方から見ても日本は強いと思われてるよね。でも強くない？強いよ。でもなんかどこも強い、なんかちょっとびっくりした。なんか普通にポーランドが、あ、そうなんだ、背高いんかな、みんな。うーん、やっぱそう、わかる、調子とかだよね結局ね。うーん、だって絶対そうだと思う。幼児結婚してよろしく、応援しよう。ホームいいよな、わかる、ホームいい。え、そう、昨日もさ、私途中からしか見れなかったんだけど、あ、いけると思って、めっちゃこの調子とは思ったんだけど、あのさ、なんかやっぱり思ったんだよね、なんか女子のバレーを見てた時も思ったんだけど、なんかその 4,5 セットあるうちの2セット日本が取って、3セット目でそのこっちがもう取ったらさ、かうちはもう勝っちゃうじゃん。でもその3セット目で相手が必死になるわけよ、めっちゃ。そこで負けたら終わりだからと思って、でその後半にかけてがなんか急になんかなんていうの、強くなってくるわけよ。あれ、あれがびっくりなんだよね。あれをその女子の時に思って、で結局昨日の男子バレーも見てたらそうだったんだよね。なんか2セット取ったからいけると思ったの、だって次取ればって思ってたのに、やっぱ本気なんか出してきたよね急に、びっくりしちゃった。びっくりだよ、追い上げがね、マジで本当にすごかった。でも最後良かった、本当に良かった、本当に良かった。うん、そう、勢いがね、うん後編ハートありがとう。フルセットとかだとさ、なんかフルセットやるとさ、なんか体力的にしんどそうじゃない、やっぱりどん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 奪われるやん。でしかも昨日もあって今日もあるしみたいな。そう、本当にね、毎日、え、明日やったら次いつなんだろう、また次あるのかな。レグルスクマありがとう、 I love you。 でも連チャンだからね上位ね、
日韓2枠しかないんでしょ。2枠の奪い合い。あ、木曜だけないんだ。木曜じゃなしでまた金曜ってこと。今日あって明日もあってってこと。明日もあるの。明日ない、月曜日。開き直ってす、怖い。あ、ベーショー、やっほー。怖い、なんかちょっとライトが明るい。怖いよねって。男子バレー、あ、待って、急にごめんね、急にごめん。そういえば私今不在表のあれを頼んでたんだ。やばい、忘れてた6時から来るわ。6時からか、6時からの便で来るわ。やばいやばいよ、ピンポン鳴っちゃう、気まずい。でも7時え、何時の間に来るんだろう。怖い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 。6時、あ、そうかも、6時8時かも。お願いだから配信の時来ないで。しかもなんかあれ、なんだっけ、何頼んだっけ、グレールな気がする。グレール頼みすぎ。昨日一昨日ぐらいになんか突然注文してさ、めっちゃ買っちゃったんだよね。なんか寒くなると思ってさ、なんか羽織を買ったりして、そしたらなんか忘れてた。今さ検索で男子バレーの日程を見ようと思って見たら、あの不在表の再配達受け付けましたみたいなのを見て、あ、びっくり、怯えた怯えた。本当だ、木曜、月曜もないんだ。3、4、6、7、8、毎日やってる。3、4、6、7、8だ。はて見れるでしょうか。3も見れる、見れそう、急げば。4が見れないかも。5がないんか。6、あ、時間による。7、あ、いけるいけるいける、いけそう。最終日アメリカなの、やばい、怖い、アメリカ怖い、アメリカ怯えちゃうよ、怖いよ。アメリカって怖い。なんかアメリカってなんか全部強いイメージなんだよな。なんかすっごい、本当にアメリカって怖いよね。なんか力がもう、なんかあとさ、なんて言うんだろう、あのやっぱさ外国の方ってさ、なんかリアクションがすごいじゃん、オーバーじゃん、全部に対して。勝った時もすごいし、負け、なんかしくったと、しくったというか、なんかうまくいかない時もすごいじゃん、怒るじゃん、怖い。感情あらわあらわに出すぎてて怖い怖いよ。だからただのあち先生、えー、私、ありがとう、やっほー。やばいよな、愛さんじゃん、ありがとう、見に来てくれて。あやちゃんお疲れ様、ありがとう。困っちゃうよね、怖いよ。はなちゃん怖いね。アメリカやば、もう今日も怖いけど、怖い。今日前髪薄い、今日めっちゃ薄い前髪。こんばんは、今日もスキータロピちゃんじゃん、ありがとう。ゆうかちゃん、あるかな、あさって、ん、し、あさって、水曜日あったら応募してぜひ。むらちゃんかわいい、ありがとう。スポーツ観戦好き、好き、めっちゃ好きなの本当に。勝たない、ね、勝たないと
いつからあれなの？あのさ、この試合に勝てばいけるみたいな。なんかさ、結構女子の時は後半あたりだったじゃん。それが今回もそうか。アメリカ戦、わあ確かにそうね。それいいね。あ、アメリカ戦の前じゃない？じゃあスロベニアとの戦いの時かな、決まるの。7とか。嘘、全勝しないと無理。だってさ、なんか女子の時違ったくない？あ、でも全勝してたんだよ。一回負けて途中でとか、全部勝った。そうよね、本当に。そうね、アメリカ前に決まってるって。そっか、前髪切ってないよ。巻いた。そっか、他の国、あ、ね、それむずいよね。なんかスポーツのあのさ、他の国の結果次第みたいな時あったじゃん。女子もなんか他の国の結果次第によっては日本が繰り上がることもあるみたいな、あったよね。ポイントにもよるんか。お出かけ中ありがとう。そうだよね、怖っ。じゃあでもアメリカ戦の時までには決まってたいね。キムチに結婚してよろしく。今からも、いいな、美味しそう。ナスっていいよね。相手が強い、わかるね。うん、本当に祈ろう。マジ、あやちゃん、クマありがとう。絶対にもう私サーブ打たれ、あの打つ時もこうよ、こう。私家で一人でこのことやってるから、こうやって。今から弟の誕生日会で、最高じゃん。ピノちゃん楽しんできな、私の配信なんて。いいよ、楽しんできて。それはそれ、スロベニア戦とセルビア戦がちょっとなんか響きが似てるね。あー確かに、やっぱ 6-7 だね。確かに確かにだ。今の時点でアメリカは一回も負けてないんだね。スロベニアもそうだけど、トルコも日本も、フィンランドとセルビアとチュニジアとエジプトは一回負けてるよ。てかまあまあ、まだ始まったばっかか。言うてアカウント消えて、つらっ、男の子のアバターになってるよ。ねえ、嬉しい。りーちゃんまだ一緒。それな。しかもさ、そのなんだっけ、あれ、しかもフィンランド負け1って昨日の話やんねこれ。昨日の話、好調だった、本当に好調だったしね。女子マジで強かったよね。でもいけるよ、絶対いける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 。日本の試合やる前に同じ会場で、あー、そういうことか。同じ会場で他の試合やってんか。じゃあ日本でやってるってこと？横顔好きよっと。嘘、嬉しい、香里ちゃん。こう、あ、そういうこと？あ、じゃあ他の国も全部来てんか。すごい。あの、なんだっけ、あのラグビーは違うもんね。うん、昔から男子バレー好きだからってねえ、わかる。でもなんかめっちゃ結構メンバー変わってたと思う。変わってたよね。私なんか思った、なんか見てて、あっみたいな、なんか
新しい方いた、なんか見たことなかった方がいて、おってなった。急に強かった。朝10時から、え、朝10時からやってんやん、やば、早い。ラグビーね、勝ってほしい、勝ってほしい。7日だよね、ラグビー。7日の夜7時だった気がする。チケット持ってればよし、え、そうなの、やば。ママ可愛いってくれてたね、ありがとう、やんちゃん。あとなんかサービスエースすごかった。スケジュール把握、待って、もう忘れちゃった。7日、待って、うわ、7日ちょっと見るの多いんだけど。バレーボールも 見たいし、ラグビーも見る。しかもかぶってんよな、7時からやん、どっちも。そういう時は携帯でテレビでバレーボールを見て、この携帯であれを見ればいいんだ、ラグビーね。で、7日って何やったっけ、見れるっつったっけさ。あ、見れる、夜は見れるよ。2画面で見るよ。 TVer でもバレー見れる。わ、やばいな、めっちゃ見なきゃ。もうあっちらこっちら忙しい、忙しい。ラグビーはあれだったもん、あのこの間寝ちゃったもん、寝ちゃった。もうギリで、あとちょっとだったのに、さすがに無理だったよ、さすがにね、無理がありました。アルゼンチン強そう、強そう、わー強そう。あれ、ラグビー8日、マジ大ごとじゃん、大ごと違うじゃん、7日じゃなかった、いい加減にして。ありがとね、かりんちゃん、嬉しい、職員さんありがとう。8日か、間違った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 、8年。いやでもどっちにしてもかぶってんよ、アメリカ戦なんよ、どっちも見なきゃ。あー忙しい、おめめが忙しいこと。でも8日で終わっちゃいます。楽しみ、会場見たい、会場で見てみたい、すごそう。嵐、ヤッホーヤッホー、忙しい、お目目が足りない、お目目が足りません。アメリカ戦でわかる、お目目が忙しい、もうあちらこちら、お目目をかっぴらいてみないと、脳足りない。どっちも応援したいよ、どっちも応援しよう、絶対監督さん応援なきゃいけない、もうおめめ大忙し。4つぐらい欲しい、おめめ4つぐらいゴルフの練習もね、そうだよ、ゴルフの練習もしないといけないし、あれだよ、やることが大量発生、とてつもなく、とてつもなくやることがいっぱいです。やることが多い多いよ。しかも今はピンポンなるかもとか思っちゃってさ、やばいよ。ピンポン怖いんだけど、どうする、急に来るかも、気まずい、
急に来たらどうしよう。しかもちなみにさ、ピンポン近いんだよね。だからやばいんだよ。横顔好き？嬉しい。横顔？どうしよう。ピンポン鳴ったらとりあえず急いで出るから。そわそわですよ。そわそわ、そわそわです。ピンポンの音変えれるんだよね。3つぐらい。ん？ 3 つもないか。でもどれもうるさいやん、ピンポンって。なんかでも消せないんだよね。それはそう、ピンポンの音って消せないよね。気づかないかもしれないから。静かなやつがない。音鳴っちゃうかも。でもあとちょっとなんだよね。今43だから。ピンポン、ま、なんか音量変えれるんだけど、一番ちっちゃいのにしてもめっちゃ音でかいんだよ。困った困った。メーカーによるけど横に音、そうでもね、めっちゃうるさい。なんか一番ちっちゃくても。タクも結婚してよろしく。でも確かにそうね、そのなんか掃除とかしてたら聞こえないかもね。何が届く？洋服かな。でも何の洋服かな。いっぱい頼みすぎてさ、ちょっとわかんないんだよね。どれだろう。1個は届いて、どれだろう、どれだろうか、これかな。あ、めっちゃ届くわ。3つぐらい、やば。これさ、どこにいるの今。何？バレーボールチーム。ああ、それもちょっとね、バレー見てて気づくかな。気づくよ。でも3つって言って、まあその商品がね、3つ、1個のものには来るよ。1個のものには来るけど、段ボール3つじゃない、1個。でもでかいかも、めっちゃ段ボール。1個靴だから、ブーツを買っちゃったよ。もう冬だね。靴が来るとでかいんだよね、やっぱ箱がでかいからさ。そうだから、ちょっととりあえず受け取んなきゃ、受け取んなければならないんだけど。わかりますよ、いつ来るかな。でも6時8時だわ、やっぱ怖い。急に来る、急に来ちゃうよ。忘れてたの、頼んだこと。マジで始めちゃったよ。レグルスじゃん。ありがとう。これ最後なんだよね今日。頑張って、隔離さん頑張って書いてくよ。レグルス、うん、来る？怖い、来るの。怯えちゃう。待って、みんなからの絵を見る。みんなが送ってくれた絵を見ます。ちょっとできそう？怖い。お願いします。めっちゃ早いと決まるんだけどさ、わかんないんだよね。
グルス書いてほしい言葉ある？なんか。真剣。そうそうする。わかる。私も忘れてた。めっちゃ普通に。目が薄い。顔がね、問題ない。なんか斜めってる、今日は。なんでこうなっちゃうの？イコラブの現場に参加するようになって嬉しさと握手券。6年？ちょっと6年のお祝いを。わ、10月だ。やば。自分よりピンポン来た。やばい、受け取らなきゃ。それは一旦受け取りに。ピンポン鳴るとね、受け取んなきゃいけない。月の桁が2桁、わかる。めっちゃわかる。もう終わりないやってなるよね、普通に。なんかさ、昨日と似てるかも。なんか昨日と似てるけど、ちょっと見てほしい。はい、昨日と似てない？レグルス、6年ずっと好きでいてくれてありがとう。これからもよろしくね。なんか昨日と一緒なんだけど、今書いたんだけど、なんか昨日と似てるよね。なんで？顔が丸くなっちゃった。顔が丸い。ありがとう、レグルス、6年間もずっと好きでいてくれてありがとう。これからもいっぱい好きでいてね。ありがとう、いつも。昨日よりシャープ。あ、嘘、昨日よりは良かった。でもなんか丸いかも。レグルス、ありがとう。今日も見てくれてありがとうね、この早い時間なのに。ありがとう。ありがとね。昨日パンパンだ。そうなの。わ、いいね、親父ありがとう。良平、これからもずっと応援しててね、レグルス、ありがとう。イエイ、かわいい。今日のりさの嘘、コウキ好き？私の美女、美女、今日は濃いめです。顔濃いめ。今日暑くない？普通にやばい、爆暑い。暑いよね、マジ。え、クーラーつけてる？みんなどう？私はなんか耐えれないかもと思って今消してるんだけど、ちょっと無理かも。つけるかも、この後。あの除湿、除湿、湿度高い。わかる、湿度高すぎ、マジで。クーラー強風やっぱつけてるよね。つけよう。え、つけてない？つけた？
つけるよね、やっぱつけよっかな、リサも。ドライ、ドライにしよう。つけてない、つけてる、なんならヒーター、また開けてもたか虫入る。うーん、わかる。クーラーつけて、やっぱクーラーみんなつけてるの。窓開けた。え、なんか虫来ない？虫、え、てかなんか虫来そう。網戸してても虫、そこ困る。バレー7時、ちょっと過ぎぐらい。寝るときはさ、でもなんかどうなの？あ、タイマー、タイマー、タイマーでギリギリまでつけてて、あのタイマー。カメムシやだ、カメムシ意外といけてる。カメムシやだ。なんかそう、網戸捨てても来るときない？なん、あれなんなんだろう、あれなんだろうか。7時25分から試合が始まる気がする。みよ、クマありがとう、 I love you。 月やばい、見なきゃ月。月、あ、私 KFC 載せてないや、ストーリー。この後載せよう、マジ美味しかった KFC。 KFC 美味しい。カメムシってなんかね、匂いが無理っていうよね。ねぐにゃん、ハートありがとう。バレー中の変なか、いやでも配信終わってすぐ載せるか。あ、でも今日インスタにボブのやつあげようかなって思ってる。昨日あげれなかったから。うん、あげようかな。月見は KFC 食べた。 KFC ケンタッキーです。でもマックは食べてない。今日はモスのシェイクは飲んだ。美味しかった、モスの。お腹はいっぱいだったからバーガーはちょっと食べなかったんだけど、モスシェイク好き。コーヒー味好き。KFC 美味しいよ。ボブ、そうボブあげる。うん、コーヒー好き。モスいい。あ、そう、切ってないよ。モスの抹茶のシェイク好き。あ、わかる、飲んだことある。コーヒー味美味しいよ、モスの。モスシェイクのコーヒー味おすすめ。美味しいから好き。KFC ってチキンバーガー食べました。お、一緒じゃん。なんかフィレみたいなやつ食べた、美味しい。モスないよね、わかる。マジモスない、全然ない。ツイスター、ツイスターも気になってんよ。ツイスターも気になってるけど、割とも今応援中やめて。ありがとう、コア見てくれたの。お疲れ様、お疲れ様。エレサンド最強、わかる、美味しかった。もし家から徒歩、やば、と10分ぐらいなら。あ、でも天気雨降ってなければいけそうだけどね。エレサンドなんか水あんまない、あんまなかったりとかすると、なんか帰りに行ったりする。その付近、お仕事が終わってる場所の付近にないかなって探して、そうって感じ。仕事終わった、お疲れ、はじみ、お疲れ様。日高屋って意外と多いよね、なんかお店いっぱいない？うん、近くないと。うん、そうね、そうね。
もう食べるしかないね、その場で。東京でモストロッテリアも、ロッテリアもない、ないない。銀座とかにあるロッテリア。初見さんだ、はじめまして、どうも。え、名前変わるのロッテリアって。え、何になるの。え、まさかの名前変わる感じ。ご飯できた、送ってサークル、よろしく。何になるの、ロッテリア。むずいね、もう全くなくなるのかな、ロッテリアのどの字もないみたいな。どうなるんだろう、英語それか R。 変わんないや。あ、か R じゃないか、今 L か。あ、マークになってるか。あ、ダメだダメだな。食パン、ヤッホー。やばいね、なんかむずいね、名前ってむずいね、やっぱ。だってロッテリアで馴染んでしまってる分、なんか急に変わったらなんかびっくりして、え、なんかえみたいになりそうだよね、疑い。ゼッテリアって何、え、なんでゼなの。え、ゼッテリアになったの、決まったの、それで。あ、なんだゼ、あ、そういう、あ、なんかちょっと難しい話ね。死ぬ、決まってたんかーい。今からなんか募集するんかと思った、みんなで考えようみたいな、投票みたいな。違った、1店舗目、え、ゼってなってんの、ちょっと気になるかもしれない。あ、ゼ、そういうこと、そういうことか。確かにあの絶品なんたらみたいなやつ有名だよね。でもあれ食べたことない気がする。ロッテリアもね、シェイクが好きなんだよね、美味しい。やっほー、試験店舗、あ、試験店舗なんだ。なんか名前変わるとマジ分かんないね。うん、看板メニューだよね、確かに。シェイキか、ロッテリア美味しいよね。嗅覚あるよ、行ったこと。ロッテリア人生で一度だけ食べた。あ、ロッテリアだっけ、あのさ、チーズ伸びるやつ、あるやつ。やつ多すぎ。なんかチーズ伸びるやつ。やつ多すぎた、やばい。あ、やばい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 、ピンポン、ちょっとちょっと、来た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 、あ、置いといてもらえればよかった。うわー、バカだ、置いといてもらえばよかった、最悪。玄関まで来るよ多分。てか入らないんだよね多分、でかいから、そのボックスとか入らない。リサの家のピンポン聞けたね、本当に絶対ダメだよ、教えちゃん、ピンポンとか教えないで、絶対終わる。もう一回だから鳴るんだよピンポンが、やめてもらっていい、マジで暑い、クーラーつけなきゃ。え、マジで置いといてもらえばよかったな、ショック、マジでショック極まりない。でももう終わろうかな、5分になったら終わろうかな、5分の間に来るかな、どうだろう。
無音にしな。何もう今から、今から無音に。じゃあ分かった、無音にしとか。でも来なそうだな、来るか。いやでも分かんない、遅い時もあるから。じゃあ一旦ちょっと、じゃあ無音にしとく。終わろうかな。あでもなんか来そうは、来そうだな。いやでもちょっと終わっとこうか、バレーボールもあるし。じゃあランキング読む。暑いって言った。ちょっとじゃあ一旦ランキング読む。13位カシオカ、12位フミニー、11位ミオ、10位テイチ、9位オシオ、8位ヒロミ、7位シンイチ、6位キョウカチ、5位キン、4位アヤ、3位リー、2位ザンマイちゃん、1位レグルスでした。レグルスありがとね、タワーさんもありがとう、ありがとうございました皆さん。えたまにねピンポン鳴らないで置いてある時あるからね、そういう時もある。ということで皆さん見てくださってありがとうございました。この後はバレーボールを見ましょう一緒に。バレーボールが終わったらなんかちょっと、まあ、またやるかちょっと悩むけど、まあやったらやったで遊びに来てね。あとインスタをちょっと上げれるように準備したいと思います。ということでみんなでバレエ応援しようね。ということで見てくださってありがとうございました。またねみんな。ね、ダンボール置いてあるかも、ちょっと取り入ってくるね。またね、バイバーイ、応援しようね。